こんにちは。今日は心の根っこ、アイデンティティの大切さについてお話ししていきたいと思います。こんにちは。臨床心理士、公認心理士の宝塚ラボ子です。今日は中3秋の療育手帳。私は誰？私は何者？私は私がわからないというテーマでお話しさせていただきます。今日は先日の事例研究会でお聞きした事例と自分が体験した経験と含めながらお話しさせていただきます。本人が特定されないように配慮したいと思います。この生徒はとても勉強が苦手で、クラスではずっと40人学級の中で40番だったということです。で、この生徒が中3になって進学先を決めるときに、担任からその成績では行くところないぞと言われて、でも〇〇支援学校ならば入れるよと言われたということです。でも支援学校に入るためには療育手帳っていうやつがいるなと言われて、その先生に勧められて、その時生まれて初めて療育手帳というものを取ったということでした。それは15歳の秋、中3の出来事でした。この生徒は自分が成績が悪かったということは認めています。でも自分が知的な障害者であるとはどうしても思えませんでした。支援学校に無事入学しましたけれども、自分のアイデンティティについて悩み続けて、とうとう学校に行けなくなってしまったそうです。その子は途中で支援学校を辞めて、別の学校に転校したということでした。転校先は通信制高校で、ここで高卒の資格を取って、その後は療育手帳は更新せずに返納し、就職も障害者就労枠を使わずに一般で入っていったそうです。この生徒は療育手帳の更新をしなかった時に、感覚としては元の世界に戻れたという感覚を持ったということでした。この生徒がどうして不登校になってしまったか、どうして学校に行けなくなってしまったか、そして通信制高校に転校した後、なぜ水を得た魚のように頑張れたか。これは成績だけで振り分けた進路指導が間違っていたと私は思います。もしこの生徒が勉強が苦手であったとしても、選択肢は他にもいろいろあったはずです。先生を責めるわけではないですけれども、やはりこの先生の情報不足と進路指導が問題だったかなと感じました。支援学校もちろんメリットたくさんあります。ただ、自分の特性を受け入れていなかったり、自分の障害を受け入れていなかったりする生徒については、非常にデメリットも大きい。支援学校を選ぶメリット、デメリットについてとか、あと、この境界線知能の生徒の進路について、中学校の進路指導される担任さんにもっと知識と情報があれば、この生徒はこんなにも苦しまなかったのではないかと事例研究会を通して感じました。中学校の先生というのは生徒の学力に幅があって本当に大変だと思います。ただ、発達障害や境界線知能の生徒の進学先について、もっともっとたくさんの情報を持ってご指導してくださると嬉しいです。私たち宝塚発達心理ラボも持っている知識や情報をどんどん地域に提供していきたいと思っています。今日は心の基礎、アイデンティティのお話をしました。学校生活がうまくいく、いかないというところは目には見えませんけれども、その学校が自分に合っているとか、この支援が自分に必要だという思いがあるかないかで大きく変わってくると思います。学校生活をうまくやっていくには、この学校が自分に合っているとか、この支援が自分に必要だという思いが、その子自身にあるかどうかっていうのは、大きく成功に関わってくると思います。今日は心の根っこ、アイデンティティのお話をしました。うまく学校生活を過ごしていくためには、心の根っこっていうのは非常に大事になってきます。アイデンティティについてご一緒に考えていく機会があればと思います。それでは今日はこの辺でごきげんよう。さようなら。